ネタバレはコメントに書かないようお願いします。書くときは隠して書いてください。ネタバレコメントは削除させていただきますのでご了承ください。はい、ということで前回、カンナ姉のスマホを拾ったマリサラ、そこには衝撃の事実が書かれていた。いいですか？開きますよ。これコメント欄にも書かれていて気づいたのですが、文字の並び方がすごい不自然なんですよね。縦読みとかするんじゃない？定型型数あったぞ。何か暗号が書かれているに違いない。よ最大死人死？でも最大死人っては読めるような。てきらねしころごく？おないねして、妹を、みかまえ、つも、てなのろ、たお、な。ということです。どういうことだよ。つまりわからなかったということです。今までの時間返して。ということで今回はこのスマホを回収しに行きます。いやー、今のところの登場人物全部書いてくれたのー。全員ちゃんと書いてくれてる。素敵なイラストありがとうございます。よし。早くあのスマホを回収しに行かなければ、カンナの目に留まる前に。あんなもの見たらカンナちゃん立ち直れないですよ。急げー。見つからずにこれだ。あとは探すだけだ。よし。ベッドの下にあるはず。怪しさ満載だろ。あれ？ベッドの下をくまなく探した。スマートフォンは、どこにもない。前回からそうなると思ってたわ。え？どこにいた？こっちかな？ないなんで、そんなはずは。何を探してるの？まずい。もしかして、このスマホ？あちゃー、こいつか。そう、さん。あれ、図星かな？あなたが、スマホを取ったんですか？まあね。よりにもよって一番見つかりたくなかった日よりそうとは。そのスマホをどうするつもりですか？どうしようかな、捨てちゃおうか。あ？捨てるんならいいんじゃないです？それとも、この残酷な文章をカンナちゃんに見せようか。やっぱり、中を見たんだ。なんて、実はそれが君の狙い、マリサラさん。はぁ、何言ってんだこいつ。ふぅ、考えてもいいなよマリサラさん。命がけの極限の状態で、あんな文章書けると思う？それ前回あたいが言ったやつ。え？確か最初の試練は時間制限があったんだよね。なんで知ってんの？前に誰か話してましたっけ？死にたくない人間がさ、早々に諦めてメッセージを残すかな。それも、改良や変換までしっかりやっちゃってさ、あはは。それは、答えは一つだよ。この文章は偽造されたものなんだ。それも前回言ったよ、偽造？すごいよね、確実にカンナを追い込もうとしてる。きっと誘拐犯側の仕業ですよね。まさに悪意の塊だ、いたぶるためなら何でもやる最低な人間がいるんだよ。まあ誘拐まで犯してる人たちですからね。君でしょ、マリサラさん。マリサラだったのー。違うに決まってんだろ、な。私が文章を送ったというんですか。僕は見てたよ。君がスマホをベッドの下に仕掛けたところを。あれは違うんだよ。何を言って、あれはカンナに見られるのを阻止しただけだ。視聴者さんが証人だ。仕掛けたんじゃない。カンナに見られないように、隠したんです。隠した、か。いずれカンナちゃんがこの部屋を探索することは明らかだ。でもあの時はそうするしかなかった。姉の残した何かがあれば、って、そんな気持ちでカンナはここへ来るだろう。だからその前に回収を。自力で見つけたスマホに書かれたメッセージ、真正面から受け止めてしまうよね。絶望、さ、今度こそ心が完全に壊れてしまう。もしかして、絶望したカンナに手を差し伸べて自分に依存させるつもりだった？いい加減にしてください。僕は、君の信頼の集め方が不思議でしょうがないんだ。メインゲームの時から、ずっと思っていた。メインゲームの、時から？そうさん、あなたは、記憶が。ああ、記憶喪失は嘘だよ。はぁ、お前二重人格じゃなかったのかよ。二重人格確定だと思ってあの時のサムネこんなのにしちまったじゃねえか。やっぱり日より層は嘘つきだったんだな。っていう体で行くしかないだろ。嘘？しょうがないでしょ、クリアチップを手に入れるためには孤立しちゃダメなんだ。もちろん、マリサラを騙せるなんて思ってないけど。騙されてたわ。一人だけでも、夫ヨシがいれば十分だったんだよ。少しでも心配した自分が、バカみたいだ。まあいいじゃん、今さら僕と君は仲良くなんてできないんだ。みんなの前でだけ、これまで通り演じてあげるよ。あはは。そうさんがどう思うと関係ない。私は、あのスマホを取り返す、カンナのために、破壊する。すごい顔してるよ、マリサラの本性はそっちなの？私は、おやー、釘バットはおやめください、一瞬の隙を、つく。うわ、何を。スマホ返せ、この嘘つきが。それは、意外なほどうまくいった。さすが日和荘、非力な荘さんの抵抗は、とてもか弱いものだった。しかし、想定外なことが、一つだけあった。めっちゃ色の塗り方とか綺麗すぎます、そして名前が消されている。本名か、とっても上手なイラストありがとうございます。何これ。生きてカンナ。あなただけでも、泣かないで、一緒に行けなくてごめんね。大好きだよ、カンナ。メッセージの内容が、違う。返せ。疲労を疲れ、再びスマホを取られてしまった。これ、蒼さんが？蒼さん、あなたは。ふ？君の思い通りにはさせない。待て、くる。また、あの人にかき回された、何度も何度も。失意のまま、私は部屋を後にした。でもうちらが日和荘を疑っているように、もしかしたら日和荘もマリサラを疑ってるのかもしれませんね。完全にマリサラは悪人だと思っていたもんな。でもやっぱりあのスマホは回収しないと何をやらかすか。捜査は、どこへ行った？
野放しにしておくわけにはいかない。マリサラ。九太郎さん。待て九太郎、話は終わってないぞ。なんだなんだ、刑事さんいつになく怖い顔していたが、二人は物々しい雰囲気でロビーへと歩いていった。刑事さん。まあまあどうしたって言うんです？刑事さんと九太郎さんが揉めている。どういうことだ、なぜ？こりゃパソコン盗まれたな。話してくれ、九太郎。二人ともどうしたんですか？喧嘩は良くないですよ。いやもう九太郎絶望してんじゃん。マリサラちゃん。パソコンが取られた。はぁ。何やってんだよ BBQ、喧嘩は良くないですよ。え？すまねえ。どういうことですか？一体誰に、誰かが部屋に侵入したんですか？カンナ、出よ。何？カンナに渡しちまった。はぁ、お前自ら渡したっていうのか？盗まれたとかじゃなくて。どうせ充電もねえし、大丈夫だと思って。渡したんですか？どうせメダルと交換しようとか言われたんですよ。そうだ、裏で手を引いている、な。またあいつかよ、なんなんだよ。彼が、カンナちゃんを使って、キュー太郎と何か取引をさせたんだ。それは。気づいていたはずだ、キュー太郎。あんたはそれを知りながら、それでも取引に応じた。なぜだ、貝の石を、他人に引き渡すなんて。BBQ は脱出権を狙ってんじゃないすか。そうかい。マリサラちゃん、おまわりさんはカンナちゃんを探すよ。私も行きます。あれ太郎かの方に、行ったぜよ。キュー太郎、あんたが何を吹き込まれたか知らないが。俺はあんたを高く買ってたんだ。残念だよ。BBQ、お前の意思はそんなもんだったんだな。行こう、マリサラちゃん。はい。あの背中、めっちゃ落ち込んでますやん。指導員サラちゃん、15.5%。未だにこのパーセンテージが謎だよな。可愛らしいイラストありがとうございます。カンナ、また捜査にいいように使われてるじゃないか。カンナ、また仲間内でギスギスしてきましたね。こっちに来て話さないかい、カンナちゃん。私は、話すことなんて何もないよね。なんかは良くないと思うよ、刑事さん。捜査、やっぱり。いやマリサラさん、刑事さんとデートかな？こんな場所盛り上がらないと思うけど。それはお互い様でしょ。ふふふ、そっか、そうだね。デートなんかじゃないです。ピリッとした雰囲気が場を支配する。仲良くしようって雰囲気じゃない。デート、担当直入に言おう、パソコンを返してほしい。だってさ、どうするカンナちゃん。それはできません。だってさ、諦めてよ刑事さん。そもそも、パソコンを最初に手にしたのは僕だ。君たちに返す義理はあるかい？何言ってるんですか？何そのいきなりのジャイアニズム。あなたのものは私のもの、そして私のものは私のものです。とんでもない考え方だね。でもそんなやり方で君は信頼もかき集めた。いやそんな考え方で信頼をかき集めるのは無理だろ。君たちは恐れてない？僕がこのパソコンの中身を知ることに、一体何を隠してるのか、とても気になる。おまわりさんたちを疑ってるなら、がっかりすると思うよ。じゃあじっくり確認してみるよ。充電器も見つけたことだしね。なんだって？何？さあカンナ、僕にパソコンを渡して。充電器まで見つけやがったのか。ダメだ、カンナ。私の目を見ろ、カンナ。充血してますね。捜査員、約束したはずです。カンナがパソコンを持ってきたら、あれを渡してくれると。あれ？あれってまさか、スマホか。先は確か、意外と用心深いね、カンナちゃん。はい、約束の、スマートフォン。な。やめて、何を考えてるんですか、捜査員。真実を教えてあげるのさ。でも、あれは、カンナちゃんのお姉さんが最後に持っていたものさ、何か残されてるといいね。メッセージの中身が変わっていたはず。だから、大丈夫、カンナはスマホとパソコンを交換した。大丈夫、きっと大丈夫、カンナはスマホを食い入るように見つめた。お姉ちゃん。うん、そんな。どっちの反応なんだい？お姉ちゃん。私も、大好きだよ、大好き。書き換えた後のを見たのか。お姉ちゃん。これは、捜査に助けられたのか、カンナ。カンナは泣いている。でも、絶望によるものなんかじゃない。救いによるもの、だ。やっぱり、変えられたメッセージを読んだんだ。まさかあのメッセージは、捜査が、カンナを救う、ために。受け取ったよ、パソコンは。君たちと話すことはもうないよ、マリサラさん。待ちなよ、そっちになくてもこっちはあるんだ。やれやれ、しつこいんですね。いがみ合うのは予想、首輪で繋がれた者同士、俺たちは同じ境遇だ。それとも君には、首輪がないのかい？え、さ最初から気になってた場所ですよ。そこはついに明かされるのか。見たことがないんだよ、君の首元を、ね。ふふ。あははは。そんなところから疑われてたんですね。気が変わりました、取引をしましょう。取引？パソコン返しますよ。あなたのメダルを50枚渡せば、ね。50枚。刑事さんはほとんど自分のメダルを残したままのはずです。持ってないなんて嘘、通用しませんよ。メダルとパソコンの取引？マリサラどうした？チャンスです刑事さん、50枚は痛いですが、これは応じるべきです。あ、個人情報を買われてしまうことが怖いですか。勘違いしないでください、マリサラさんに50枚渡してくれればそれでいいです。え？どうしたんです？
信頼できるマリサラさんになら、メダル50枚渡すなんて余裕ですよね。刑事さん。マリサラ、笑いに走らなくていいからな。もらってもすぐ返しますって言って断られたら、それは完全に私を信頼してないってことになる。怖い。怖いけど、刑事さんを安心させるためだ。大丈夫です。受け取ったらすぐに返します。刑事さん、なぜ黙ってるんですか？ははそっか、悪いことをしましたね刑事さん。いじめるつもりじゃなかった。日和草頭のキレが半端ないな。これは終わりです。見えますか？おー、マジでついてたよ。どうぞ、しっかり触って確かめてください。確かに、同じ首輪だ。納得しましたね。取引は終了です。どうぞデートの続きを。散々かき乱して消えてったな。刑事さんは、動かなかった。私に、メダルを渡さなかった。マリサラちゃん、俺は。だ、大丈夫です。個人情報取られるなんて嫌ですもんね。気にして、ないです。気にしないわけないだろ。忘れましょう。ソーダアトラクションを進めないと。待つんだ、マリサラちゃん。さて次は何のアトラクションをやろうかな。私は逃げるようにしてその場を後にした。気にしてない。刑事さんにもいろんな考えがあるはずだ。ショックを受ける必要なんて、ない。強く、ならなきゃ。いやぁ、日和草に首輪がちゃんとついてましたね。ずっと残ってた謎が一つ解消されたな。この考察コーナーめっちゃ当たってると評判なので、自分だけで考察したい人などは見ないようにお願いします。今回の議題はこちら、あいつは日和草をなりすましてるって考察だったじゃないですか。確かアリスさんが前にピーした人物が日和草って名前だったんだよな。でも彼は首輪をつけていた。ということは彼も通常通りの参加者だったということですよね。前回のコメント欄で言ってた方がいらっしゃったのですが、だとしたら本名がバーの黒板に書かれているのではないかということです。おー、そう言われてみればそうだな。でも不思議なのはもうこの世にはいない。日和草という人物がなぜこのゲームの参加者になっているのか。日和草の人工機能が誰かに入っている。今回のキーポイントは人工機能にありそうですよね。そこで前回嘘の間から出てきたレコさんに人工機能が入れられたんじゃないかと考察したのですが、嘘の間から出てきたレコさんもマリサラのことを知っていたんです。ということは中に入ってる人工機能もマリサラのことを知っている人物だということなのです。ここからはコメント欄で考察されてた方がいて、私も納得した内容なのですが、もしかしたら中に入ってる人工機能はジョーなのではないでしょうか。ということはジョーの参加はイレギュラーではなかったという可能性も出てきたな。人形も用意されてましたしね。あの人形数日で作るのは無理があるもんな。ということで今回はここまで。また次回お楽しみに。